その、まあ、前回にも話をしたようにそのまあきっかけがあったんですけど、まあ、代表に行かせてもらってからやっぱ行きたいなって思ってた時にその大学の時の友達があの男の子でスペインでサッカーしてたんですけど、まあ、オーストリアに移籍してでオーストリアで何年かやってた時にその子がお世話になったのがその今ヴィッセル神戸でコーチしてるモラスさんなんですけど、で、まあ、モラスさんがたまたまオーストリアでその女子サッカーの監督をしてるっていうのをその友達に聞いて、で、まあ、選手探してるみたいだからなんか行きたい人いたら紹介してって言われたんですけど、えそれうちも行けるみたいな感じで便乗したというか、えうちがまず行きたいんだけどみたいな感じで言って、そしたらえじゃあちょっと話してみるよみたいな感じでその子がモラスさんに話をしてくれて、そしたら、まあ、ちょうどフォワード探してるみたいな、えなんか行けそうみたいな感じになってで直接自分がモラスさんと連絡することになって、いわゆる代理人みたいなのものをつけずにもうモラスさんが日本人だったっていうこともあってもう直接ダイレクトに連絡が取れたからもうすんなり話ができて、ちょうどフォワードが辞めちゃったみたいで練習行かずに、そうもう練習とか行かずに映像とかも送らずに名前で合格、いやでもなんかそのなでしこリーグで何試合出場したかとか、うん、何得点したかとかそういうのはデータにして送ったりして、であとの手続きはもう全部モラスさんとモラスさんの奥さんがやってくれたから、うん、もうほとんど何もしなくてよかったというか、でもう本当に何もわからないまま飛ぶっていう感じでまあ正直悩んだけど、そのパルセーロで全然結果が出せなかった最後の年だったし、でも多分ここでチャレンジしなかったらもう絶対一生いかないって思ったし、こんな運命的なタイミングないみたいな、でも話がうまくいきすぎて不安だった部分もあるけど、まあ本当にうまく話が進んでいけたことはもうありがたいなっていう感じです。でそっから私は1年半そこでやって、で今ドイツのねこの夏季と同じクロッペンブルクに移籍してきたんですけど、まあそのドイツに行きたいと思ったのはオーストリアで半年ぐらいやってから、やっぱドイツ語圏だしオーストリアの1部とドイツの2部が同じぐらいのレベルだよみたいな感じで言われてて、でまあもうできるんだったらドイツの一部でやりたいってその時は思ってたし、まあ、まず練習に行きたいと思って、うん、モラスさんに相談しに行って、まあ、ビザの問題で1シーズン目は半年だけだったからオーストリアは半年ビザなしでいられるからビザなしで滞在してて、であとの1年はワーキングホリデーのビザで滞在してたんだけど、もうそれ以上オーストリアにいることができなかったからいずれにせよもう移籍しなきゃいけなくて、移籍か、まあ、帰国かっていうのをしなきゃいけなかったから、まあ、ドイツに行きたいですっていうことを伝えたんだけど、まあ、トマは、まあ、年齢的に厳しいっていうふうに言われて、まあ、ドイツは、まあ、割と若い子を育てたいというか欲しがってるみたいな感じで言われて、まあ、練習参加に行くことも厳しいかもしれないっていうふうに言われてて、でもまあとりあえず行ってみたいですみたいな、まあ、チャレンジしたいですみたいな、まあ、行ってダメだったら諦めつくけど、いや行けませんって言われて、じゃあアポも取らずに分かりましたっていうのは納得できなかったから、まあ、ちょっと探してくださいって言って、まあ、お願いしてて、まあ、代理人がいなかったから、まあ、モラスさんにダイレクトにお願いするしかなくって、うん、で、まあ、そのいろんな人にねその移籍したいっていうことは相談してたんだけど、あの働かせてもらってた日本食レストランのシェフのねトールさんにも相談してて、でトールさんが、まあ、ミュンヘンに知り合いが日本人の知り合いがいるから、そうでそっからその対大のね全然被ってないんだけど10個ぐらい年上の先輩につながって連絡来て、でその人も一緒にチームを探してくれて、であと一緒に働いてくれてた、あ、じゃない、一緒に働いてたドイツ人の同僚がいるんですけど、まあ、その子がそのチームにアポを取ってくれて、うん、何個かで
でも自分で行動を起こすのがまあ遅かったから、その同僚にね頼んだのも遅くて、もう締め切っちゃいましたみたいな、もう新しい選手はもう募集してないですみたいな感じで返事返ってきちゃって、まあ、ちょっと遅かったみたいみたいな言われて、で、まあ、結構シーズンの終盤になってから3個練習に行くことができたんですけど、1個目はケルンで、今一部で、去年は2部だったんですけど一部に上がったところ でケルンに練習に2日間行きました。思ってたよりもうレベルも高かったし、体もみんな大きくて、オーストリアとはすごい違うなって思って、で、まあ、ドイツの2部とオーストリアの1部が同じぐらいのレベルって聞いてたけど、まあ、自分の体感的にはドイツの2部の方がオーストリアの1部より、まあ、レベル高いんじゃないかなって、めっちゃ暗くない？そう感じて、やっぱり、まあ、フォワードっていうこともあるし、ボールが来ないと自分を出せない、アピールできないじゃん、うん、けどもう全然ボール出してもらえなくて、うん、本当に意地悪なんじゃないかぐらいボール出してもらえなかったし、自分もなんかやりきれたかやりきれてないかっていうレベルの問題じゃなかったみたいな感じで2日間終わっちゃって、あ、練習参加ってマジ難しいなみたいな、うん、なんかこの感覚を忘れていたって感じで、うんうんうん、もうアピールもしなきゃいけないっていうね、限られた時間の中で自分を出すっていうこと、知らないチームにポンと来て、そう、しかも言葉もそこまでできないしっていうのですごい難しさを感じて、でチーンって感じだったんですけど、でその、まあ、無事練習参加終わりましたっていうことをモラスさんに電話で報告したら、まあ、実はあのザールブリュッケンっていうチームが練習来ていいよって言ってるから、このまま行ってくれって言われて、でそのままあの激安バスのフリックスバスっていうバスに乗ってザールブリュッケンまで行って、で、一緒に長野の時にやってた西林理恵が所属してるチームで2日間練習に行きました。でもそこではもう本当に何だろう、結構フィジカル並みのゲーム、もう一生ゲームっていう感じの練習で、もう全然走れなかったし、本当にまあ自分が出し切れなくて、うん、で、まあ、2つの結果待ちみたいな感じだったんだけど、で本当にシーズンが終わる直前ぐらいにインゴルシュタット、うん、去年までは3部で今2部のチームなんですけど、まあ、その対大の先輩の人がそこをアポを取ってくれて練習に行くっていう風になったんですけど、まあ、モラスさんも同時にねアポを取ってくれて、結局2人のおかげであの練習に行くことになったんですけど、1日だけ練習参加に行きました。で、まあ、その時は、まあ、そのザールとケルンよりはできたかなぐらいな感じで、いやもう本当に、まあ、マジで準備不足っていうか全然できなかったし、緊張もするし、もうやべえみたいな感じで、で結局帰国するまでに返事が来なかったのかな、あ違うわ、来たのか、ケルンは来てないの、そうケルンは今でも来てませんケルンに関してはまだチャンスあるよ今でも返事が来てないんですけど、インゴルシュタットとザールブリュッケに関しては他の選手を取ったのでっていう、なんか他にもいっぱい練習参加している人が来てて、まあ、その選手を取ることにしたっていうことでダメで、でケルンに関しても返事が来なくて、まあ、そのままもうビザがなくなっちゃう感じだったから日本に帰国することになって、日本に一旦帰国しました。でもうどうしようかなみたいな、このままサッカーやめるか、まあ、日本でやるか、でも日本にやるにしてもどこでできるんだろうって感じですごい悩んでたんですけど、その夏希の代理人をしてくれてるのが自分の友達だったから、まあ、その子にも相談してて、ですごい心配してくれて、で夏希のチームだったら俺話できるでみたいな言ってくれて、ですごい悩んだし、なんかもうほんとほぼ3個ダメだった、まあ、2個 2.5 個ダメだったから、まだチャンスある。そうダメだったから自信をもう
自信がなかったっていうのもあるし、もう練習参加するのが怖いって思ってたのもあるし、一回日本に、カットしといて、まあその日本に帰ってまたドイツに飛んで、まあ、そこでまたダメだったらどうしようとか思ってすごい不安で、まあ、行くかどうかすごい悩んだんですけど、まあ、行かずに後悔するよりは行ってダメだった方が諦めつくかなと思って、まあ、行くことにしてチケット買って保険入って7月の1日がクロッペンブルクの指導だったから、そこからもう指導から練習に入らせてもらって、で 1,2 週間練習参加してっていう風に言われてたんだけど、なんかはっきりいつからいつまでが練習参加っていうことを言われてなくて、でいつ言われるんだろう、入れるか入れないかっていう感じだったんですけど、まあなんかいつの間にか入れるみたいな感じになって、そのビザをワーキングホリデーで、今のビザでここに滞在してるんですけど、そのワーキングホリデー取りに行くとか、まあ、その住民登録とか、まあ、手続きをしてここにいるっていう感じです。まあ、本当に自分の場合は本当周りの人が助けてくれて、まあ、自分で何もしてないっちゃ何もしてないというか最初も本当に運よくモラスさんを紹介してもらえて、今回もまあ、モラスさんや対大の先輩の藤川さんっていう方なんですけど、藤川さんやその対大の同期の大輝くん、そう大輝くんが、まあ、協力してくれてチームを見つけることができたので、今ここでサッカーできてるっていう感じなんですけど、本当に幸せじゃん。幸せです。もう人がいないともう生きていけないっていうことをもう改めてこっちに来て感じてるし、そうですね、もうみんなに助けてもらいながら今ここでやっていますっていう感じで、ここに来ることができました。私たちです。皆さんありがとうございました。ありがとうございますまあ、いろんな本当にね、その海外に行きたいって今日本でプレーしている子たちで思っている子たちもいると思うんですけど、まあ、そういう何かしらきっかけだったり、本当にサッカー界って狭いから、まず行動に移してみることが本当に大事だなっていうふうに思います。で、まあ、行きたいけど、まあ、不安だしどうしようかなみたいなふうに思う人もいると思うんですけど、行ってみたらなんとかなる、なんとかなる、ね、本当に行かないと分かんないっていうか、うん、その情報だけでなんか、うん、あやめとこうかなってなるのはすごいもったいないと思う、うん、自分で確かめてみないとそれは、うん、まあ、行かなくて後悔するよりは行って会わなかった帰るでも全然いいかなって思うし、うん、まあ、本当にチームとか、まあ、国とかもね、会う会わないは絶対あるし、うん、チャレンジすることに絶対意味があると思うし、まあ、それでまた日本に帰ってプレーするっていう風でも全然いいと思うというか、自分のためだしチャレンジしたことは後悔してないというか、すごい自分たちは良かったなって思ってます、うん、はい、というわけで今回はどうやって海外に来たかというお話でした。最後まで見ていただきありがとうございました。はい、次回は何しよっかもう2人で映るのが定番みたいな感じになるかもしれないです。次からはとまりさんだけですまたぜひチャンネル登録して待っていて、またぜひチャンネル登録チャンネル登録をして通知をオンにして待っていていただけたらいいなと思いますありがとうございました。ありがとうございました。チュース。